ガゼフ・ストロノーフ、その体で何ができる？お前を殺した後、村人たちも殺す。無駄なあがきをやめ、そこでおとなしく横になれ。愚かなことだ。あの村には俺より強い御人がいるぞ。はったりだ。ストロノーフを殺せ。そろそろ交代だな。はじめまして。抵抗することなく、その命を差し出せ。そうすれば痛みはない。天使たちを突撃させよ。死ね。ありえない。言っただろ、抵抗することなく命を差し出せと。全天使で攻撃を仕掛けろ。急げ。ネガティブバースト。やはり知ってる魔法ばかりだ。バカな。誰がその魔法を教えた？この下等生物。プリンシパリティオブザベーション、かかれ。いでよ、銀軍ダガプ。ヘルフレイム。最高遺伝子を召喚する。アルベド、スキルを使用して私を守れ。下等生物風船。この天使が最大の切り札。この程度の幼稚なお遊びに警戒していたとは。人間では決して到達できない第七異界魔法、見よ最高位天使の尊き姿を。魔人すら消滅させる神の御業を食らうがいい。ホーリースマイトを放て。これがダメージを負う感覚、痛みか。下等生物め。また私の大好きな超愛しているお方に。よい、アルベド、ありとあらゆる事態は私の狙い通りだ。絶望を知れ。お前は一体何者なんだ。我が名を知るがよい。我こそがアインズウルゴー。
仮想世界で現実にいるかのごとく遊べる体験型ゲーム、通称 DMMORPG。 ユグドラシア、その広大なマップと異様なほど広いプレイヤーの自由度から日本国内において爆発的な人気を博した。かつてゲームで活躍した数十名の異業種アバターのプレイヤーたちは誰もが知るギルドアインズールゴーンを立ち上げた。だが流れる時間とともに全てが終わりに近づいている。ついに最後の時、アインズールゴーンギルドマスターモモンゴはヘロヘロに最後の別れを告げた。この名を轟かせたギルドはついにモモンガだけとなった。どんな設定だったかな。ナザリック地下大墳墓の最上位ノンプレイヤーキャラクターで守護者統括。何これ、ビッチって。それにしてもいくらなんでもこれは。だがこのスタッフオブアインズールゴンがあれば修正できるんだが、ここの空欄に何か入れた方がいいかな。いや、モモンガを愛しているにしよう。うわ、恥ずかしい。過去の異物か。みんなと過ごした時間本当に楽しかったんだ。これで終わるんだな。サーバーダウンが延期になった。コンソールが出ない。チャットも GM コールも使えない。どういうことだ。モモンガ様、俺に話しているのか。しかも表情まで。セバス、は命令して大丈夫なのか。少し確認したいことがある。セバス。モモンガ様、よろしいですか。ああ、構わない。本気でかかってこい。死んでいただきます。アインズ様、申し訳ございません。死の支配者、オーバーロードに栄光。戦闘力は問題なさそうだな。なら次は。セバス、大墳墓を出て
ナザリックの周辺地理を確認せよ。プレアデスから一人を連れてけ。戦闘になったらすぐに撤退しろ。集まった情報をちゃんと持ち帰ってくるようにな。第8階層から侵入する敵がいる可能性もある。他の者は第9階層で警備しろ。承知いたしました、モモンガ様。アルベド、いやだよお姉ちゃん。もっと魔獣たちと仲を深めないと。侵入者が来たらうまく戦えないじゃん。侵入者に会いたくなんかないよ。舐めないでよ。新しいスカートに着替えたばっかりなのに。姉のアウラは男の子っぽい性格のビーストテイマー、弟のマーレは女の子の格好をしているマジックキャスター。それにしてもあのスカートちょっと短くないか。彼女らの表情や仕草、まるで本物みたいだ。あれはブクブクチャガマさんの理想のアウラとマーレなんだろうな。いらっしゃいませモモンガ様。私たちの守護階層までようこそ。マーレ、モモンガ様に失礼でしょ。早くこっちに来なさいよ。分かったよ。お待たせしましたモモンガ様。少しばかり邪魔をさせてもらおう。言うんですか。モモンガ様はナザリック地下大墳墓の主人、絶対の支配者ですよ。そのお方がどこかにお尋ねになって邪魔者扱いされるはずがないですよ。二人は元気そうでよかった。元気です。でも少し退屈していました。ちょうど実験をしていてね。戦闘力の実験を手伝ってもらうぞ。わかりましたモモンガ様、お任せください。そうか、なら体を動かしてみるか。激しい戦いだな。この霧、アウラの精神系魔法か。俺に聞いてないようだが、俺が持つスキルを一旦確認。羽の手入れを手伝っていただけますか。羽以外のところをさ、アインズ様のために。私の華麗な翼に溺れなさい。ご苦労アウラ。全然苦労してませんよ。ほら汗も全然かいてませんし。そうだ、すごいです。ユグドラシルではだけど、よし、今日は二人に
サモン、プライマルファイヤー。すごい。おお。どうだ、戦ってみるか。いいんですか。僕、しなくちゃいけないことを思い出した。あれ、この技で華麗に魂たちを狩りましょう。その、じゃあ元気でいてください。やっやっ。おそばにいますよ。さすがに余裕だな。二人とも素晴らしかったぞ。